人気の中心1号艇百武賞の一戦です。第10レースは予選特賞です。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の体型スタートしました。センターだーっと、これはなんと、うわー、2号艇の高浜以外の豪邸が早すぎる。現在スタートは審議中、スタート審議中。お手元の投票券大切にお持ちください。2号艇高浜以外の5名が早いタイミングで、現在スタートは審議中、スタート審議中。お手元の投票券大切に大切にお持ちください。1号先頭、中央0台3号、1号艇、3号艇、4号艇、角から出てくる4号艇の丸野ですが、先輩は1号艇の村岡、4号艇の丸野が攻める。内空いた、2号艇の河野が旋回バックは内、差し込んでは5号艇、草野もやってくる。トップの先輩1号艇、2号艇、5号艇、内5号艇、草野外、1号艇の村岡、真ん中とおっとは2号艇、河野、一緒にコーラーの旋回優勝戦スタートの正常。あとは鈴鹿いいのが1号艇の村岡、抑え込む。5号艇の河野、さっと押せる。握った2号艇の河野、切り込んでずっと4号艇、3号艇、旋回も先頭を抜けた。デビュー初優勝1号艇の村岡、小島でデビューしておよそ8年、フライングもありました、降下もありました。しかしスタート速攻開始のレースもありました。どんな状況であっても常に前を向いて走り続ける村岡についに最高の瞬間が訪れます。そして上空でキラキラと輝く星になったあの人に捧げる最高のプレゼント、それは地元小島でのデビュー初優勝、先頭デビュー初優勝、1号艇村岡健人ゴイ。10番カード第5レース日替わり定食戦、1番、2番、3番、4番、5番、6番です。今スタートのさかがーん1コース、4コース、5コース、1号艇の高岡、4号艇の橋本、5号艇の栗原、この3って微妙なタイミング、現在スタートは審議中、スタート審議中。お手元の投票券大切にお持ちくださいませ。1コース、4コース、5コースの高岡、橋本、栗原、かなり微妙なタイミング、現在スタートは審議中、スタート審議中となっております。お手元の投票券は大切に大切にお持ちくださいませ。ここでお知らせいたします。1号艇の高岡龍也、4号艇の橋本利光、そして5号艇の栗原直也、1号艇の高岡、4号艇の橋本、そして5号艇栗原、以上さ。起きた？やばいわ。どうした？起きなさい。出走しやめたか、もうチェックしなさい出走表。え、まあ、何としたなんて出走表チェックしなさいですよね。うん、そっから始まったんですよ、地獄。出走表見なさい。気持ち悪いっすよ。え、だからギャンブル依存ってさ、もうここまでもう振り切ったら借金もしまくって、そこで気づくんだよね。あ、ギャンブルって本当に怖いなって。恐怖心があればやめれる。ギャンブルって怖いなって。だからまだ振り切ってないんだよ。行くとこまで行くしかないんだよ。やめるには燃え尽きるしかないんだよ。燃え尽きた、はい、燃え尽きてないんじゃない。やるなら徹底的にやって借金をしないと分からない、やめられない。そうだろ、自分に甘えが出ちゃう。どうする、まだやるかい。せいさん今何分ですか。今配信つけて、まあ15分。なんだよ、もう。なんで。
てんじゃないですか。だから寝かしてあげたんだよ、うん、あギャンブルって頭が冴えないと負けるから。寝ますよ。うん、寝てからよく考えろ、今日どうするか。一日始まったけども、終わった。飯はどうする。もう飯待てないよ、マジで。いらない、まだ。もうウーバーしたぞ。いらないな、俺だけ食べるぞ。じゃあ自分だけ。あ、自分だけだぞ。うん、いらないな。優しいだろ、今日10時半からスタートしたの。コウマくんが疲れてるから優しくない。配信端末充電したか。あ、俺ワンちゃんパチンコ行ってくるかもしれないぞ。ワンちゃんってなんすか。うん、トマくんも行くか、パチンコ。パチンコのいいぞ、2、3万で遊べるぞ。大負けはないぞ。まあ280万は負けないけどな、パチンコで1日で。どうする、パチンコ行くか。あれ何分まで。パチンコ行かない、うん、やめれるか、ギャンブル。うん、絶対やめますって言えじゃん、信じてください。絶対やめます、やめます、心入れ替えます。石田さん信じてください。アイテムお願いします。皆さん無料アイテムお願いします。無料じゃない方がいいです、刺激になりません。アイテムください。リキュア有料は嬉しいです。お願いします、有料アイテムお願いします。無料はぶっちゃけそんな嬉しくありません。無料はあんまり嬉しくありません、有料アイテムが嬉しいです。お願いします、よろしくお願いします。これ寝てますね、まだ。腹減ったな。食欲ないの、朝は。ギャンカスの一日、朝寝起きでコーヒーとタバコ。昨日の朝はありますよ。あ、それチンして食べようかな。何時起きました？なんで？何時起きたんですか？起きたのは7時ぐらい。ああで、ふわっち見て、なんかあんまり便乗できるネタがないなと思って、ちょっと夜からやろうかなと思ったぐらい、ネタがなさすぎて。いくら買ったの昨日って。いや、金額的には200いくら60ぐらい。配信では買ってます、1万沸かしました、ふわっちでトップクラス。うん、260万負けかな。いくら260全部で。昨日いくら、280負けたの。だってもともと20万借金あったじゃん、それ入ってる。それ入って80ってことは、お前その20万もギャンブルで負けたってことや。負けたんだろ、最初20万俺が貸したじゃんか、それもギャンブルに入ってるってことや。何のギャンブルだろ。ええー、お貸したね、280万使ったよ。うん、なんて、知らなくてもいいことがある。知らなくてもいいことがある。何のギャンブルだろうね。だから全部で280万負けたギャンブル、依存症です、完全なるギャンブル依存症。
やばいでしょ。1日で280万溶かした。これ冷静に考えてくださいね。頭おかしいですよ、普通に考えて。やばいでしょ。これサラリーマンがこれやっちゃったら、これ大変なことになるよ。経済力まだ小前くんはあるからいいけど、炭だよね。1日で280万、寝込むでしょ普通に。小前くん今日も元気なんだけど、朝からタバコ吸ってコーヒー飲んでんだけど、すごいよなこいつ。どんな神経してんだか。まだワンチャンね、今日やろうとしてるから、ね、ギャンブルを。マジ頭おかしいで、この人。今日ちょっと曇りっすね、大阪。曇ってる。あ、僕のね、名前使ってね、配信してる人毎日いるからね、気にしなくていいですよ。もうデフォだから。もう毎日いる。うん。いつも気にしないで。アグレッション出ちゃうから、それで閲覧来ると。そう、毎日なんだ。お姉さんにも報告してるんだけど動いてくれないんだ。粘着されてるんだ。売名なんだろうね、多分。慣れたよ。皆さんも慣れてくださいね。珍しがってこうレーサーさんが行っちゃうと、その人の思うツボなんでね、うん、配信センスのない配信者、仮想配信者、うん、だってさ、会うことないもん、会えないもん、行ったところで。気負っちゃって雑魚すぎない。タイトルまでしてさ、ラジオ配信者でしょ。センスがまるでない、うん、おはよう。今日は飯いらねえ、おやじ。今度でも小前くんと家に行くわ、飯食いに。何をミニラさんがね、作ってくれ飯。うん、うまい飯食えばギャンブル依存症も治るよ。ギャンブルよりうまい飯食おうぜ。おじんち行く、今度栃木だけど、うん、ワッチャー配信者いくらギャンブルしても大丈夫だって。リスナーさんがいる限り、お前くん大丈夫だって。ないっすよ。え、もう消えました。消えた、はい、リスナーさんいなくなった。はい。どうやって返すんだよ、じゃあ。またゼロから作ればいいんです、うん、大丈夫か。自分で立て直せるのが一流なんですよ。あ、ね、確かにそれはあるかもしれない。リスナー層を入れ替えるってことだな、新規のリスナーさん、ね、うん、昨日はもう自信持ってやったんだぞと、うん、自分で言い切りたい、うん、確かに。書きますよ、着用書。
うん、借用書今用意してるからね、マネージャーが。かっこいいね、小林くん。一流だ、やっぱり。すごいよ、280万負けた男が朝起きて言う言葉じゃないよ。すごいよね。帰らないと。帰らないとダメだね。どうする？今日帰る？今んとこ雨はどうだろう、これ。なんか道路濡れてんな。やばいな、今日土日やろ。土日。やべえ。俺は月曜日帰るけどね。やばいわ。どうする？やばいわ。帰れるのは帰るか。帰る？今日？うん、今日帰る？うん。今日帰るそうです。新幹線であるの？あります。ある？帰れるのね。はい、うん。協定所行くかじゃあ。最後にセミナー行くか。セミナー初日なの今日。セミナー配信できるの。今日は荒れるぞ。初日荒れるんだ。じゃあ1-6だ。簡単だ。200万なんか。1-6。健闘を祈りますよ。ねえ。もう勝ち確じゃん。すごい前向きなコメント書いてくれてる人いるよ、大江くん。162号さんが、昨日の負けを生かして今日勝てばいいんだよ。昨日のは勉強代と考えなさい、大江くん。今日荒れるから、1-6が刺さる気だった。三差し子ずっとまんばりしてれば勝てる。本当なんですか、これ。探り合いだから推しの選手の頭を買えばいいんだよ、初日は。今日荒れる。100円ずつやったらできないの、それは。100円ずつやってさ、メガジャン取り戻せますか。無理か。100円じゃ無理か。だからあれなんだろうな、協定ってさ、借金するやついるんだろうな。万張りしなきゃ脳汁が出ないんだな。100円じゃ無理やんな。競馬だったらワンチャンあるけどさ、100円でさ、協定って無理やんな。100円で夢つかめないよな。無理や。夢がないね。1000円でもだってオッズが跳ねても2万とかでしょ、3万とかでしょ。無理やな。どうする今日は。20万だけやるか。さっき帰るって言ったよ。うん、残ってんだろ20万まだ。どうする？何が残ってるんですか？20万残ってて自分の金じゃないですね。うん、20万やるか。300円するか。それで切りよく。やめる。280でいいの。構成したな。成長したな。すごいじゃん、自分で気づいた。
パチンコ行くか。絶対だな。パチンコすらもパチンコやだ。パチンコやだって。ファン感謝デーだって今日。ファン感謝デーだから行こうって。あ、競馬マンの今日土曜日だから小前くん競馬どうする？競馬か競艇かどっちか決めなさい。どっちかどっちがいいの？どっちが好き？意味が分からん。入ってきたからどっちが決めなさいって意味が分からん。どっちが好きなの？やりたい、やりたい方はどっちなの？意味が分からん。パチンコ、競馬、競艇三択何が好きなの？何が好き？何もいらない。何もいらない。いらないか。弁当頼むで。何か食べないの？どうぞ。あ、頼まない。唐揚げ弁当食うか。いらない。牛焼肉弁当いらない。なんで朝食わないの？腹減るで。どうした？元気ないな。なんかあったんか昨日。朝食わないんだよ。朝食わないの？なんかあったんだべ。嫌なことあったんだろ昨日。誠司さん、小前くんが嫌いなの？嫌いな人に協定を教えるといいと言ってた人がいたけど、僕は小前くんが大好きだよ。うん、だからお金貸したんだよ。困ってたから。誠司さん、お金貸してください。絶対返します。うん、嫌いだったらお金貸さないよ。優しいでしょ。俺ぐらいだよ、こんなお金貸す人。友達に280万だよ。俺初めてだよ、このお金貸したの人に。優しいよね。コーヒーでも飲むか。美味しいコーヒー頼んでるか。はい、喫茶店の何がいい？カフェラテ。カフェラテがいい。あそこ行くか。喫茶店。いや、カジン。いや、あそこ行ってもダメです。カジン行くか。全然繋がっちゃうからダメ。何が繋がっちゃう？いや、もうセイさんそこの椅子に座って配信してください。もう、もう何が繋がっちゃう？マジで。まださ、パチンコにハマってた時のよかったな。万枚出たって喜んでる時の方が。競艇って怖いな。何百万って負けるんだな、一日で。でもすごい楽しそうだったけど、なんかこんなことですよ。こんなもうええって。こんなんしたっけ。おすごい楽しそうだった。生き生きしてたね、昨日競艇やってる時の小前くん。かっこよかったよ、配信者としても。うん、すげえなと思ったよ。小前は天才だな。すごいよね、沸かすよね。
アイスコーヒー頼んだろ。ちょっと待ってね。どこのアイスコーヒーがいいかな。ドトールがいいか。うん、スタバがいいか、タリーズがいいか。ドトール、タリーズ、スタバ、どこがいい、どこが好き、こだわりある。タリーズ、タリーズがいい、はい、タリーズの、普通のアイスカフェオレでいいのかな。カフェラテ、カフェラテ、洗濯機できたぞ、はい、乾燥まで終わったぞ、はい、ホットドッグとかいらんか、はい、アイスカフェラテこれでいいんか。ガムシロ、メニメニ、シュガー、はい、俺はロイヤルミルクティー、チーズケーキいらんか。本当食べねえの、はい、20万だけテレポートやって帰れ、こまいって。どうする、飛ばせない、1レースに3万ぐらいかけてさ、増やしておけばいいんじゃないの。昨日小前くんブロック祭りしてたよ。気をつけないとダメだよ、小前くん結構心ね弱いからね。今3人ぐらい行ってます。3人ぐらい行った。昨日聞いちゃったからね、280万負けたから、アンチコメがいつもに聞いちゃうんだと思う。舐めてんのこいつ、金も出さねえのには口ばっか出しやがって。遠隔するよ、お前くんも。そら見せたくないでしょ。だって280万の企画に文句言ってくるやついらないでしょ。俺もブロックするわ、そんなやつ。許せねえよ。だいたい金出してないでしょ。ただで見といてさ、文句はダメだよ。うん、天才配信者だよ。なんでブロックされるようなコメントを書くわけ、こんなに配信頑張ってるのに。天才だよ、うん、マジで。俺はフワチで一番面白いと思うけどね、小前くんが。で、誰にも言ってます、うん、一番面白いと思う。俺、小前くん以外面白くないと。すげえ、マジで。ほとんどのうんこ食いじゃん、他の配信者さん。自分のネタで勝負してないじゃん。そうじゃない？いや、小前くんがもっと応援されるべきだと思う、俺は。一番面白い。だってあの無限さんでさえコメントずっとしてたね、面白くて。遠藤要も張り付いてたで。うん、配信者たちが来てくれてね、えコメントまでしてくれて。あんな日本一の TikTok ライバーだよ、無限さんが足を止めたんだよ。おっと、面白い配信者いる、小前くん面白いな。面白いかで自信持てよ、もっとな。小前くんだったら何かやってくれそうって期待感があるんだよ。期待値がねすごい高いと思う、俺は。何かやってくれさ、ねえ、10個らしくないです。お前が言えちゃねえです。
他の人ができる、こんな面白い配信、うん、そうそうそう、全然10個らしかいいお前がゆうちゃんです。天才配信者、え天才配信者、天才すぎる、気になるよね。今日もボートで沸かしてほしい、うん、何かしらやってくれそうだもんね、うん、一流だね、間違いなく。養分も沸かしたしな、養分もすごいね、ガチでマジで。みんなすごいな、みんな沸かすよな、やっぱり。あ、ベトナムね、ベトナムの1200万溶かしたの面白かったね、天才かよと思った。ただお金がないとできないから、小前くんの配信はね、だから僕みたいな禁酒がいると思う、うん、お金があればこんなに輝くことはできる、うん、ねセイコマ、セイコマートみたいなね、セイジとコマイでセイコマ、セイコマートだね、知ってますか、セイコマート北海道にしかないね、コンビニ、セイコマ好きですか、そうセコマートかね、セイコマートかな、みんななんて言ってんだろう、セコマって言ってんの、セイコマ、俺はセイコマ、僕の地元にもあったんですよ、幸手市ってとこなんですよ、埼玉県セコマ、あ、セコマなんだ、俺セイコマって言ってたよ、セイコマ行ってくるわ、うん、茨城あるんだ、セイコマート、セコイマート、北海道だけかと思ったよね、うん、セイコマです、みんな期待してるわ、今日何するんだろう、小前くん今日しないの、はい、今日ギャンブル、小前くんの絶対しませんは当てにならないから、みんなまた期待しちゃうよね、しませんしませんって言ってんだけど、するのよ、するの、うん、しちゃうの、しかも今日モーニングからでしょ、もう罪で始まってんのかな、始まったの何時かな、夕方かな、しかも初日で荒れる、荒れないですよ、荒れ予想はあんま好きじゃないのかな、硬いのが好きなんだ、小前くんは、はい、あ、一回電源切って、右一番右の楽から、競馬じゃないと250、180万返せない、競馬か競艇じゃないと、無理だって。20万だったらどっちがいいんだろうね、競艇と競馬ってね、
残り使えるお金が20万だったら競馬の方が今あんのかね。でも競馬あんま好きじゃないよね。競馬やってるの見たことないあんまり。やるの小前くん競馬やるの。まあ協定はいいでしょ。いいでしょ。分からないけど、うん、やらないです。どっちもいい。これは変わる。競馬のセンスがないって変わるぞ。協定の方がセンス変わるぞって、ちっちゃい声で変わるぞって言った。変わりたいの。変わるぞ。変わる。変わるぞ。変わるぞ。人生変えるぞ。住みない初日やって。初日は荒れるって。じゃあ一前六が適用されるね。小前くんの。馬券が火を引くね。一気にもう最初からもう赤文字でさ、万馬券でさね、満州満州満州、そこに2万とか3万5万かけたら大変なことだよね。肝臓満州にさ5万張り絶対肝臓。うんね、勝ったらさ返済してやめたらいいんだよ。そうなんだよ。それができればね。あとはそこだけなんだよ。小前くん勝つ能力あるのにやめ時がね間違えちゃう。いつも絶対な。やめ時だって昨日だって100万ぐらい売ってたんだから。多い時そうでしょ。やめ時をミスったのよ。シャツちっちゃくなっちゃった。なんてシャツちっちゃくなっちゃった。ちっちゃくなっちゃった。乾燥機でやったから、だから言ったじゃないから、くしゃくしゃになってちっちゃくなるよって。ね、ちょっと縮んじゃったね。乾燥機だったから。それ安いやつだね。安い T シャツはちっちゃくなっちゃうよ。乾いてる？乾いてます。乾燥機2回かけたから。俺のも入ってた？え、うん、あ、畳んでくれてんの、うん、俺のも。やってくれてるわ。できんの？優しいね。構成してるわ。優しい心を持ち始めたわ。当たり前ね、これ。優しい。ギャンカスはそんなのできないからね。人の洗濯物まで畳むって。うん。お、巻物、巻物来たぞ。はっきり書く。配信者は安定がない職業。ギャンブルでなく投資に使うべき。ただそれもギャンブルするなら日本は道元有利すぎるため、海外でルーレット等をすべき。バカすぎて話しならない。金をあげる人も同罪です。知ってるね。何回も書いてる、ね、何回も書いてるのこれ。お前くんの枠でも来るの。いや、さっきも書いてあったよ。嘘、ずっと書いてるのこれ。養分にバルツされた人。はっきり書く。配信者は安定がないからね。ギャンブルなんか投資に使え。ギャンブルさ、できないくせに、うん、そういうこと言ってるんですよ。ああ、本当のことね。わかりました。一回読んだんでね、もう書かないからね。連投はダメですよ、うん。お金の使い方のアドバイスね。それ和道さん曰くクソバイスって言うんだそれ。クソみたいなアドバイス。クソバイス。うん、ね、お金は、うん、自分のものだからね、自由じゃん、やっぱお金の使い道ってね、増やそうが減らそうがさ、自分が幸せだったらいいんじゃない。死ぬまでに生き方でしょね。自由に使わさせたらいいんじゃないの。自分で稼いだお金なんだし、誰にも迷惑かけなかったら。迷惑かけてますけどね。うん、幸福感だよね、やっぱり。人それぞれ違うからね。
うん、何してる時が幸福かね、人それぞれ違いますから、うん、人それぞれだから。そう、配信とリアルで一緒にしないって方やね。こちらエンターメ、エンターテイメントね、エンターテイメントで僕たちはお給料をいただいてるから、面白きゃいいのよ。ここがね、見てる人が腹抱えて笑ってくれればいいね。そう、そしたら必然的にこう人も来るし、収益もアップするから。アップしないですけどね、うん、なんかカクカクしてるかなこれ、大丈夫かな、電波悪いんかな、これ Wi-Fi 電波悪いっすよ今、電波悪い、はい、なんかカクカクしてる感じがする、ヌルヌルしてる、大丈夫、じゃあこっちが悪いんかな、大丈夫、ヌルヌルしてる、こっちの iPad でさ、見ながらやってんだけどさ、こっちがカクカクしてんだよ、換気扇ずっとついてるよ、なんでついてるのかわかんない、うるさい、換気扇、換気扇うるさいの、うるさい、大丈夫、気になんない、聞こえる、ジョークマさんです、あそこに、お前がさーって言ってる、なんかね、今日調子悪いな、なんかもっさりしてんだよね、コメント欄が、なんか動きがさ、ドゥンドゥンみたいな感じなんだけど、はい、なんかね、どんよりしてんだよね、コメント欄が、女の人、非通知で電話来たよ、誰、はい、もしもし、はい、はい、ああ、中入ってきちゃっていいですよ、はい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 、え、ウーバーイーツの人ってさ、電話番号わかるの、非通知で電話来た、ウーバーの配達員、なんでわかんの、乗ってんの、わかんの、あ、登録してたらわかんの、あ、ふわっちアップデート入ってるわ、やっぱり5時間前にアップデート入ってた、ちょっとアップデートしていい、アップデート入ってるわ、もっさりしてるわ、どう、え、そのまだ下に来た、めちゃくちゃ遅い、あ、いいよ、そこにない、そこに、そこ落ちてるの、違うの、はい、まだまだ 2件来てるから、うわ、めちゃくちゃもっさりしてる、おっそ、バグってるわ、これカフェラテ、カフェラテなの、うん、
アップでした。ぬるぬるしたる。ぬるぬる。これがドイヤル。これが俺の。これがコマタン。メニメニ、火が。メニメニ。メニメニ。メニメニ。タリーズアップデートしてますね。あ、これ玄関だ、玄関すごいだろ、すぐ来んだろ。早いだろ。ありがとう。Thank you.